じゃあ皆さんこんばんは。ウェストコースブルーイングのデリックです。ビアマップの俊太です。今日も、ビールを紹介させてください。いきます。そう、今週のビールはこれ。何ですかこれは。ザ・コレクティブ・チェリーパイ。スタイルはこれはサワーダブル IPA です。あくまでもサワーダブル IPA ですからね。はい。ホップも使ってます。そして、何パーでしたっけ?9.5% というね。かわいい。かわいくない？やりすぎ。はい。コレクティブにしてはこれは7回目。6人しかいないのに7回目っていうことで、はい、ちょっとなんかんっていうところはあるんですけど、まあでもぜひ、飲ませていただいて、チェリーパイということで今回すごく楽しみです。僕は、はい、さくらんぼ大好きなんで。マジですか、うん、やっていきたいと思います。今回はスイートチェリーと、はい、あの酸っぱいチェリー、うん、まあ、いろんなチェリーがあるあの中なんですけど、ね、両方使ってまして、あとアーモンドっていうの、うん、とシナモン、うん、あのバニラも使ってます、うん、それはもうチェリーパイだね。それはということで、はい、味の方いきましょう。昨日缶詰入りしたてですよ。やりたてよいしょ。 甘酸っぱい感じなんですかね。甘いチェリーと酸っぱいチェリー。そうですね。ただコメントは辛口でいきたいと思いますんで。 OK、 はい、よろしくお願いします。うん、ね、色がこうね、もう見せちゃいますよこれ。結構チェリーじゃない？チェリーで、まあこれなんていうの、言い方よくないんだけど、ちょっと黒ずんでるっていうか、うん、あの黒よりの赤です、ね。はい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 。コッパーっていうのかな、なんかちょっとこう、まあということで、香りいきます。はい。うん、あのバニラ、乳糖。うん。バニラの甘い感じですね。これは多分ね、酸っぱみが、まあ、チェリー感っていうよりかはもう全体的な。まあ、よくあるコレクティブにある香りなんですけど、うん、ちょっとね、唾液が出るね。あので僕もめっちゃ出てます、うん、じゃあ味見しましょう。はい、早速。うん、あー、こんぐらいでいいんだよ、酸味っていうのは。もうあのチェリー感すごくない？うん、酸っぱいチェリーよりもスイートチェリーの方が僕買ってると思います、うん、で、そうだから最後のところでちょっとこう酸味の感じも出てくるかな。いや、なんかね、あとバニラと、うん、シナモンあんまり感じないですけど、もうちょっとあったまったら感じるかな。出てくるのかな。でもバニラが最初強いかなと思いますね。うぅ、いやいいじゃない。あれ結構強烈です、うん、あの好きな人はたまんないと思います。特にこれ、ね、注意してほしい。これ 9.5% ですからね。そうなんですよ。それもでもあんま感じなくない？全然感じない。だから注意してくださいって言ってるんですよ。いやー、この子、うん、今日これ決まるわ、うん、で、ホップは、ブルースと、はい、なんだっけ、もう一個、すいません、ちょっとホップをね、使う。もちろんあのドライホッピングしてますよ。あ、そう、ストラタですね。ストラタとブルース使ってまして、うん、大量ではないんですけど、でもそれでもこのぐらいのダブル IPA にはこんなに入れるのっていう量です。まあベタベタしないというか、最後のこうちょっとこうキュッて止まってくれる感じがすごく、また一杯また一杯で飲みたくなるかなっていう。そうですね、まあ、チェリーパイっていう名のビールなので、うん、もうちょっとパイ生地的なところを、うん、まあ、もし反省点があるとしたら、やりたいなって思いますけども、まあ、チェリーの甘酸っぱさがめちゃくちゃ勝ってて、最初のコレクティブ好きだった人とか結構ベリー系のね、すごく刺さるんじゃないかなと。そうですね、うん、アーモンド感じる？もう結構感じますよ。お、面白い、めちゃくちゃいい。複雑、うん、だけどやっぱいいですね。まとめると、はい、チェリー満載で、チェリー満載でなんかアメリカって感じです。もう適当ですね。7回目のコレクティブ、ぜひ、はい、ご堪能いただければと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。乾杯。乾杯。